ラブコーチャンネルです。お久しぶりです、皆さん。はい、ですね、今回シーズンインなんで、まあ、しっかりとした、バランスの良いね、ターンポジション、特にその、雪面を捉える、トップから入っていく、エッチングの、レッスンをしていきたいと思います。エッチング動作を確認していきたいと思います。まず荷重、それと回旋、そして角付けになりますけども、荷重は軽く足を曲げます。で、そこに回旋をつけるといい角付けができます。そこの部分をちょっと確認していきますね。で、まず、曲げ動作、軽く足を曲げます。その時に太ももを内側に回旋させる。あとはスキーのこういうトップが内側、テールが外側に回旋される。この動きを1回の動作で、作っていきます。はい、それではね、ちょっと滑り出してみますね。はい、それでは行きます。はい、高いポジションから、ポイントとしてはその各関節、足首、膝、股関節、これ全て動かします。よく見られる、ちょっと失敗の、失敗してるその動かし方っていうのは、足首が動いてなくて、膝と股関節だけしか動いてないと、どうしてもお尻が下がって、こう、後傾になりますので、僕の感覚としては、この、すねでブーツのタングをこう、ぐーっと押していくような、感覚があります。で、前にではなくて、少しターンのインサイド、このストックの方向ですね、こういう方向に、押していくといい、ポジションに、なりやすいです。はい、これで OK ですね。よりその立ち上がる方向をポールラインに意識してもらって、プレスで立った時はこのちょうどスキップの間に、体がありましたけども、パラレルになったらなるべくこの右のターンの外足が準備されているところにしっかりと立ちます。なので山回りが終わって切り替えずにポールラインを意識しながら、こういう形に、こういう形のところに、しっかりと重心を移動させていきます。ここまで立ったら、あとはフループと同じように荷重回旋でターンに入っていきます。正確なエッチング動作でしっかりとトップから雪面を捉えていきましょう。
はい、この動作がですね、上達するととてもスムーズに、しかもキレのある、ターンになっていくと思いますので、ぜひ皆さん頑張って練習してください。はい、皆さん、コジプロではですね、今シーズン座王での企画をたくさん用意してます。今めっちゃ降ってますけども、これからもうどんどん雪が増えて、地表現を滑ったり急な斜面を滑ったり、温泉入ったり飲んだりいろいろできますので、はい、ぜひ遊びに来てください。あとはピボットの、はい、ちょっと待って、じゃあ、なんだっけ、